思い出のガンプラキットレビュー集。新機動戦機ガンダムウィング。ウィングガンダム。ウィングガンダムとは、アニメ、新機動戦機ガンダムウィングに登場する主役機。オズでのコードネームは、ガンダム01。いわゆるヒーロくんのガンダムのことだよ。なんか、鳥山明先生のキャラみたいな、ドクター J が作ったガンダムなのだー。高速飛行形態のバード形態へ変形できるんで、作戦行動が可能な範囲も広く、当然空中戦もこなせる上。高威力のバスターライフルのおかげで、どんな局面にも対応が可能な高性能モビルスーツだったのですよ。5機のガンダムの中では、どんな環境でも威力を発揮する、汎用性の高さが売りの機体だったのさ。ウィングゼロの設計思想を受け継ぎ、不必要な機能をオミットして作られた機体なので、ゼロシステムなんてついてないし、バスターライフルも、最大出力で3回しか撃てないなどの制約があるんだけど、それでもチートな性能は変わんなかったわけで、立ちふさがる敵をゴミクズに変える様に、ガキンチョはワクワクしたものなのさ。当時の人気もすごかったもんだけど、劇中での扱いがひどすぎるんで話題になったりしたものさ。第1話で登場早々、ゼクスマーキスに海に沈められちゃったり、サルベージされてもヒーローに壊されそうになったり、シベリアでは、自爆イベントでバラバラ、ゼクスがレストアするんだけど見向きもされず、ヒーローが宇宙に戻るときにジェムだったんで、海に捨てられちゃったのだー。そして、本編に登場しないまま3ヶ月が過ぎた。ようやく再登場したかと思ったら、ビルゴにボコボコにされちゃって、また捨てられちゃったよ。参ったねー。最終的には、レディアンが乗って、リーブラの秘宝からトレイズ様をかばってぶっ壊れちゃったんだよねー。そのまま捨てられちゃったんで、宇宙のゴミになりましたとさ。ちゃんちゃん。ってなわけで、ヒーローがエピオニアウィングゼロに乗ってたんで、5機のガンダムでは唯一、宇宙用に強化回収されなかった機体なんだよ。そもそも、オープニングにしか宇宙での戦闘シーンがないよねー。G ガンダムの最終回に、ちょいでしたりしてたけどね。その後のエンドレスワルツでは、過渡期版のガンダムが登場して人気になっちゃったもんで、長いことメディアに登場しないという決めにあった、悲しい機体だったのさ。ガンダムビルドファイターズでは、ハイグレードアフターコロニーのウィングガンダムが発売されたばかりだというのに、佐々木進のギャンにボコボコにされるなどいいとこなしだよ。本当にね。ゲームに登場しても、性能が低かったり、改造が引き継がれなかったりした記憶があるんだよね。そもそも、ハブられたことがなかったっけ？キットの値段は600円。当時に発売されたやつじゃないんだよ。2000年にヒーローくんのフィギュアを追加して発売されたバージョンなんだよね。番組が終了して3年も経つのに、しょぼいフィギュアをつけて100円増しとはちょっといただけなかったね。とはいえ、今となっては。うわぁ、このガンプラ安いねー。なんて言われても不思議じゃねえくらい、最近のキットが高くなってるご時世だよ。1万円あったら、20個くらい買えますぜ。まあ素敵、そこそこ人気だった、知る人ぞ知るキットなんだけど。知らねえ奴は本当に全然知らねえぞー。このキットの回収点はねえ。うん、もう考えないようにしよう。そうしよう。もうさあ、ハイグレードアフターコロニーのウィングガンダムが出ちゃってるじゃん。そっち買った方が全然いいって、間違いねえ。もういいおっさんが昔を懐かしんで作るくらいだよ。本当にね。マスターグレードのやつは、プロポーションがスマートすぎたけどねえ。最近の開発者は、完成されたデザインとデブの違いがついてねえよ。まあ、この手のキットは安いのが売りだから、バード形態に限定して作るとか、固定モデルにして作るとハードルがすんげー低いよ。関節周りで時間を取られるからねー。特に、完成するまでの時間の短縮が半端ねーのだー。おっさんは、ちまちま作る派が多いんじゃねーの。